です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日も Q&A をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日の質問です。37歳既婚者、子供はまだなしです。中古マンションでも購入しようと思っているのですが、自分の家を持つメリットがいまいちわかりません。賃貸だったら事情や好みが変われば引っ越しできるし、経済的にもマイホームのメリットがわかりません。堀江さんはずっと賃貸ですよね。自分の家を持った方がいいでしょうか。主観で良いのでご意見くださいという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、本日のゲストはですね、株式会社日経代表取締役望月正弘さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はメガネを取ってね、はい、ちょっと曇っちゃったんで、曇っちゃったんでね、はい、じゃあ質問いきましょうかね、はい、私はこう答えました、はい、おっしゃる通りで、自分で、住むなら賃貸でいいと思いますよ。買った瞬間から価値が下がるわけですから、というふうに答えました。さあ、さてどうでしょうか、はい、スマウリさん、スマウリ的にも不動産って結局、うん、賃貸売買っていうカテゴリーライズしない、カテゴライズしない方がいいかなってイメージがあって、うんうん、まあ、お金がたまたま資産に変わったっていう形なんで、なんか引っ越しイコール買うの借りるのっていう討論に必ずなるじゃないですか。その討論じゃなくて、欲しければ買えばいいし、買って住みたかったら住めばいいし、住みたくなかったら貸せばいいし、引っ越せばいいし、なんてそんなにこう究極の二択っていう考えはしなくてもいいのかなっていう、フラットに考えた方がいいかなっていう気はしますね、うん、やっぱりこう流動性がないところが僕はすごく問題だと思っていて、流動性というのは何かっていうと、売りたい時にすぐ売れるかどうかってのはすごくやっぱり大事で、何千万っていうやっぱ債務個人が追うのってのはやっぱちょっと抵抗ありますよね。売れてます、どうですか、郊外の物件。おかげさまでうちは、はい、順調に。それはね、買い手を連れてくるってことですか。そうですね、あの紹介されることが多いですね。その先生方っていうんですか、相続とか弁護士、司法書士からの紹介が多くて、それでやってるケース多いんですけど、そうなんですよ。だからそこがもうちょっとそのファイナンスの仕組みとか、はい、そうですね、そう、例えばその複数の投資家の人たちからお金を投資してもらって買うとか、あの売る時もすごくそういう売りやすい仕組みであったりとか、はい、そういうのが整備されてもうちょっと流動性が上がってくると、僕はまあありなのかなっていうふうに思うんですけど、今の現状だと結構僕はリスクが大きいと思うので、30年ローンって大変ですよね。だから30年後自分がどうなってるのかってやっぱ分かんないし、社会がどうなってるのかもちょっと分からないじゃないですか。だからそこをやっぱもうちょっとこう短くてもいいような仕掛けとかね、例えば10年で、あの、あとはまた、まあ、買い取るのか何か分からないですけど、そういうそのファイナンスの仕組みを入れてあげたりとかすると、まあいいのかなっていうふうに思います。あともう一つはやっぱりこう土地の値段はそんな下がんないんだけど、下がったり乱高下はしないんだけど、その建物の価値がすぐ下がっちゃうんですよね。そうですね、買った瞬間から値段が下がるって言ったのはそういうことで、この評価の仕方から変えなきゃなんないんですよね。いいものはいいって評価されて、っていう、評価も変えなきゃいけないですし、流動性も上げなきゃならないし、マイホームはまた難しい問題だと思いますけどね。そうです。そういう感じです。はい、そういう感じです。はい、ということで最後に告知をお願いします。はい、そうですね。繰り返しになりますが、あの、スピード感を持って、不動産を売却できるサービス、スマウリ、首都圏版でやってますんで、ぜひ、ご覧になってください。よろしくお願いします。そしてですね、7月22日にホリエモンチャンネルの公開収録が決定いたしました。お台場のカルチャーカルチャーという場所でですね、公開収録を行います。そしてゲストが堀江さんも参加しているハッカーズ、はい、ハッカーズでございます。はい、はい、ハッカーズの皆さんをお呼びしてましてですね、公開収録を行います。7月5日よりチケットが発売されていますので、ぜひ皆様公開収録遊びに来てください。そして寺田もですね、続々とライブが決まっております。一番早いところだと7月26日に、主催ライブやりますので、ぜひ詳細は寺田 SNS で、はい、見ていただければ嬉しいです。ということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。
YouTube チャンネルもよろしくね。